Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. This is a video, a kind of additional video or a supplemental video to the video number 341A and 341B. And in Japanese, 銅鐸についてのビデオを出しましたら、大変な反響といいますか、反応がありました。Japanese 銅鐸Or, a Japanese bronze bell is a simple astronomical observation device. I, Hiroshi Hayashi, first announced the theory on YouTube on June the 22nd, 2013. It's been 9 years and 2 months since then. However, over the past 9 years, the way of thinking about dotaku had changedLittle by little. 9 years ago, it was written in any textbook that a dotaku is a bell. However, 4 or 5 years ago, it started to be written that a dotaku is a bell-shaped ceremonial tool. However, it is not a ceremonial tool. Dotaku is aSimple astronomical observation device. Here's a video about my theory. August 22nd, 2022 by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan. Dotaku は簡易天文観測装置であった。この説を私が YouTube で発表したのが2013年6月22日のことです。それから今日まで9年と2ヶ月になりますが、この9年間で銅鐸に関する考え方が少しずつですが変化してきました。9年前にはどんな教科書にも銅鐸は金であると書いてありましたが、4、5年前から銅鐸は金型をした祭事用の道具であると書かれるようになりましたが、祭事用の道具ではありません。銅鐸は簡易天文観測装置です。それをこの動画の中で説明します。2022年8月22日、広島やし、MMS City, Japan。One, two, three, four, jo, 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 mon jin. Five, six, seven, eight, jo, 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 mon jin.
Wikipedia English writes about Dotaku as follows. Dotaku are Japanese bells melted from relatively thin bronze and richly decorated. Dotaku were used for about 400 years between the 2nd century BC and the 2nd century CE, corresponding to the end of the Yayoi era, and were nearly only used as decorations for rituals. They were richly decorated with patterns representing nature and animals, among which the dragonfly, praying mantis and spider are featured. Historians believe that dotaku were used to pray for good harvest, enemies of insect pests that attack paddy fields. According to the Japanese folklore, dotaku were used as emergency bells, such as a watchtower's bell, intended especially in case of invasion, particularly invaders from the Korean Peninsula. When sentinels spotted invaders, they loudly rang the dotaku as an alarm so that people could hide themselves or their position, and to alert warriors to prepare themselves to repel the enemy. Wikipedia 英語版には次のようにあります。銅鐸は比較的薄い青銅を溶かして作られ、豊かに装飾された日本の鐘である。銅鐸は紀元前2世紀頃から紀元後2世紀頃までおよそ400年間使われた。その時期は弥生時代後期に相当する。そして銅鐸はほぼ宗教儀式のためだけに使われた。その表面には自然や動物の豊かな装飾で飾られ、トンボやカマキリ、クモなどの図柄もある。歴史家たちは銅鐸は有害な昆虫という敵に対して豊穣を願って作られたものである。日本の民族学によれば、銅鐸は、例えば、見張り台の鐘として、特に朝鮮半島からの侵略者に対して侵略された時などの緊急ベルとしても使われていた。見張り人が侵略者を見つけた時、銅鐸を警告として大音響で叩き、それによって人々は、宮所有物を隠したり、戦士に対しては警告を与え、敵に反撃するための準備をさせた。広し林、浜松市、ジャパン。銅鐸は鐘であったというのです。鐘ですね。で、このように吊るして使った。というのです。まあこの中心の穴にですね、ロープを通して、そして吊るして使ったというのです。で、左はこれは鐘です。作りが全く違います。ヒレと呼ばれている上の薄い部分ですね、そこはあまりにも薄いです。で、右は模型ですよね。作りが全く違います。で、この中心部はやや分厚くなっていますけども、全体には薄いです。この薄いヒレにですね、ロープを通して吊り下げたら、強度が持ちません。ロープとヒレは一体化しますから、揺らした途端に根元のところで折れてしまいます。そんなことは、多少この世界に詳しい方ならわかるはずです。ひょっとしたら中学生でもわかるはずです。が、それでも
このように紐を通して、そして吊るして使ったというのです。模型で展示してある銅鐸とは作りが全く違います。繰り返しますが、ヒレは薄いです。そのヒレの部分にですね、ロープをかけて吊るしたらどうなるか、皆さん自身で考えてみてください。銅鐸、可燃説のおかしさは、この一点に集中すると私は考えています。右はこれ模型です。模型は大変分厚く作られています。これも模型です。全国ほぼどの考古館にもこうした模型が飾られ、そしてそれを見に来た子供たちにそれを叩かせています。つまり、銅鐸は金というわけですね。が、銅鐸は金ではありません。簡易天文観測装置です。by 林宏説です。まあこのようにですね、太陽光線を受けて、そして、矛と呼ばれている、これは針なんですけども、それをそこに刺し、そして太陽の高度を知り、一年を知り、季節を知り、月を知り、そして、日時計としても使ったものと思われます。それをこの動画の中で改めて皆さんに説明します。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Here in this video clip, I'll show you how to use Dotaku, Japanese bronze bell, in the field. 皆さん、こんにちは。今日は Dotaku の使い方を説明いたします。1, 2, 3, 4, ジョジョ、ジョムジン、5, 6, 7, 8, ジョ。これが銅鐸の模型です。まあこういう形をして座りが良くなってるんですね。でこれをどこに据え付けるかが問題なんですね。でまず平らな場所、見晴らしの良いところを探します。見晴らしの良いところが第一条件です。そして平らな場所ですね。銅鐸というのは大変当時は高価なものだったと思われます。今でいう貴金属なんですね。ですからまあ粗末に扱うといいますか、そういうことはできなかったはずなんですね。ですから使わない時は普段は、まあ、土の中に埋めて隠しておきました。その時に隠す時にですね、まあ、これをヒレというんだそうですけども、ヒレを上にして柔らかい、まあ、草、藁の中に入れます。でないとね、これ横にしますとね、土をかぶせた時にここ強度が弱いんですね。模型でもペラペラですから、ですからこんな風に入れますとポキッと折れてしまいますね。ですから、土の中にしまっておく時には必ずヒレを立ててしまっておきました。まあそれはいいんですけども、こうして銅鐸のまあ、あるわけですけども、この設置場所なんですね。地盤は硬いほどいいです。もちろん平らな方がいいですが、まあ、普通はだから小石を敷いたりね、砂利を敷いたりして作ったわけですけども、ここにこういった切れ込みがあります。この切れ込みは銅鐸によって雑なものもありますし、丁寧に作ってあるのもあります。でこれは 何のためになるかといいますとですね、こうして木を入れるわけですね、こうして木を置きます。そして2箇所置きますね。こうしますと仮に地面が柔らかくても下にめり込むことはありません。こうして地面の中、地面にこうして置きます。まあ今あの木の上に置いたわけですね。で次に重要なのがこの天文観測装置ではですね、水平を取るということが何よりも大切なんですね。水平を取る。ではどうするかというと、銅鐸というのはですね、こう側面とか
全面には模様だとか絵が線がいっぱい書いてあります。しかしこの上面にはツルツルなんですね。なぜツルツルかと言いますと、水平を取るためなんです。実験をしてみましょう。これは鍋の底です。まあ銅鐸の上面と考えてください。ここにこうして水を垂らしますね。見えますかね。そしてこれが水平な時は水がたまります。ところがほんの少し傾いただけでも水は流れていきます。わかりますか。今度こっちへ傾けてみますね。こっちいいですか。まあこういうふうに並べ流れていくわけです。ただし水には張力というものがありますから、張力というものがありますから、まあエラーと言いますかね。でもこれ割とね、私張力があると言いながらも水の膨らみであるとかね、そういったもので割と正確にこの水平が取れるわけですね。まあちょっとやってみましょうか。見えますか。まあこういう原始的なやり方で申し訳ありません。鍋の底を利用してやってみました。ですから銅鐸のこの表面はうっとツルツルなんですね。ツルツルなんです。しかしもっと合理的な方法があります。それはここに後ろと前、極めて正確に等間隔、またこの上からきちんと寸法が取られて開けられたこの四角い穴なんですね。なぜこの穴があるかでしょ。これから皆さんにお見せしましょう。先ほど言いましたように銅鐸がですね、動かないようにこうして木を刈っておきますね。こうしますと安定感がずっと良くなります。ないとですね、柔らかい地盤だったらしばらく使ってますとめり込みますからね。で、まあ、これをこう置いて銅鐸を置きます。そしてですね、ここで重要なことはですね、見えますかね、この穴を覗くんです。こうしてもう一度近くでやってみますね。こうして穴を覗きます。そうすることによって向こう側の穴を見ることができます。つまりこれで地平線水平線と合わせることによって、いわゆるお水平だ、もうちょっとしたらこうだっていうふうにして向こうの穴とこちらの穴と合わせて、そして水平線を取るわけです。今度は反対側から水平線を取ります。こうしてまあ二方向ですね、斜めにも取れなくはないんですけどもね、こうして、まあ合計8方向から水平線を取ります。これが銅鐸の使い方の基本なんですね。いわゆるこの穴は水平を取るためのものである。そしてこの表面がツルツルなのは 水などを置いてですね、こうして置いてですね、そして水平を取るためのものであるということなんですね。でこれをまあヒレというわけですけども、これはヒレではありませんね。まあいいですけども、これは太陽光線を作る正確に受け止めるものなのです。でどうやって取るかですけども、この水平が取れればですね、いいですか、水平が取れればいいですか。今度はその日の朝日の昇る方向と夕日の沈む方向を調べます。私のうちではこちらが西になります。こちらが東になりますので、この朝日の入る方向でここにシャープな影ができます。この影の実験はこの続くビデオの中で示しますので、そちらをご覧になってください。ここにシャープな影ができます。そして朝日が昇る方向と夕日が沈む方向の影を調べます。そしてこの影がですね、ちょうど端がこことここへ来るようにすればいいわけです。そうしますとこういうふうに回しながら朝日が作る影、朝日が作る影と夕日が作る影をここでこの高さを同じにします。わかりますか。歪んでますとこれがこうずれますからね。こっちやりますとこうずれますからね。この、実験はこの続くビデオの中でしますので、今言いましたようにそちらをご覧ください。今日はちょっと曇りなもんですからね、まあ撮影にはいいんですけどもね。
要するにこうして水平を取り、そして正確に南北を取りますと、このヒレが真南を向くことになります。ここが重要なんですね。真南を向きます。そして南中線を取ります。これが銅鐸の基本形です。そして、針が必要ですよね。針、そこでこうした針を使います。これを日本では銅鉾、剣と呼んでますけども、これは剣ではありません、針です。こうしてここに、まあ、銅鉾の世界ではですね、これ鉾、刀って言うんですよね。まあ、刀のように見えるから、まあ、そのように名前付けられたんでしょうけども、ここに耳と呼ばれてる、まあ、こうした部分がついてるんですね。いろんな名前がついてますけど、そんなのはどうでもいいです。そしてこれをこう刺します。これがですね、まあ、縄文人の知恵なんですね。極めて正確にですね、この上から見た時にですね、これも続くビデオの中で実験してみせますから、ご覧ください。ここに影ができるんですよ、この下のところにね。で、この耳のところでちょうどいわゆる穴を止めることができるんですね。穴というか、もうこれ以上落ちていかないようにね。わかりますか、このヒレのところで、止めることができるんですね。この穴についてはですね、2つある銅鐸と1つある銅鐸とあります。まあ、要するにこの穴にこう刺して、この耳のところで止めるわけです。そして針を作るんですけど、どこが優れているかといいますとですね、太陽光線がですね、影を作りますが、その時にこれが一直線になりますよね。直線になるんです。そうしますとね、ここでやってもここでやってもここでやってもね、一直線になった場合には、ね、横から見た時の角度は変わらないんです。これが銅鐸の優れたところですね。そしてこの一直線のところで影を落とします。そうしますと、これは日時計としても役に立つわけですね。こういうふうに、まあ、今こういうふうに南を向いてますね。で、こうして影の方向を、調べることによって、まあ、ちょっと横にやってみますと、日時計としても役に立つが、それだけではないんですね。銅鐸というのはまさに天文観測装置なんです。で、ちょっと本物を見ていただきますけども、これは浜松市の隣の西の谷遺跡で見つかった銅鐸です。これは本物ですね。で、今これは東博に行っているそうです。東京国立博物館に行っているそうですね。で、それを大きくしたものがここなんです。ここの中に目盛りが刻んであります。これは資料になりますので、必要な方はここでポーズして、この、銅鐸のですね、メモリを見てください。このメモリがまたね、絶妙なんです。どうして絶妙かと言いますと、ここの一番外枠のメモリは29個あります。ここの2番目のメモリは24個あります。そしてここのメモリは13個あります。これが何を意味するかはもうお分かりですね。純粋退院歴です。29あるということは1ヶ月は29日という意味です。ですから、ここのメモリをちょっと見ていただきたいんですけども、これが1日、あれ逆かもしれませんよ、昔のことですからね。1,2,3,4,5 と並んでます。6,7,8,9,10 とあります。ですから何らかの形で、まあ、印をつけていけば、今日は1日、今日は3日、今日は5日、今日は7日と分かるわけです。そして12、12、24ありますからね。12、12で24になるわけです。そしてこのメモリもやはり1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月となるわけです。そして1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12ときて、次の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12と来るわけです。そして12,13ときたら、その次は13がですけども、ここにちょっと厚みのある部分があります。ここには60,60のメモリが刻んであります。飾りなんかじゃないんですよ。そして今度は逆向きになるわけですね。今度は1月、こっちですね、2月、3月、4月、こちらの方が白く抜けてます。これが本物のメモリだという意味です。わかりますか。こちらもそうですね。これも1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、これ白い方がメモリなんです。この線が入っているのは、これは、まあ、
背景ですよという意味なんですね。ですから今度はこっちを数えます。ここが重要なところですよ。よくご覧ください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 回あります。すなわち12,12,13ヶ月となります。これが銅鐸のカレンダーとしての役割です。がそれだけじゃないんです。この岩田市で見つかった銅鐸、これは西の谷で見つかったんですけども、そこの緯度を調べてみました。 34.49 度です。これは 39.49 度のところで見つかった銅鐸なんです。ですからここに切り込みがあります。この切り込みとこの中心角の角度を取りますと、まあこれは分度器で取ったんであまり正確じゃないかもしれませんけど、まあプラスマイナス1度前後のエラーはありますが、54度なんです。この角度がですね、54度なんですね。わかりますか。ということはここの切り込みのあるところはちょうど春分の時の太陽の南中高度になるわけです。わかりますか。古代人の気持ちが、ここが重要なんです。古代人の気持ちになって考えてください。銅鐸といって、これは金なんかじゃない、今でいう貴金属なんです。大変な、まあ、高価なもんだったんですね。それを村人たちが一生懸命お金をというか、まあ、その何かを差し出して交換して手に入れたものなんです。そんなもので楽器にして叩くと思いますか。まあそれは私の批判ですけども、要するにここに、まあ、ここに切り込みがあるということは、これはその春分の時の太陽の南中高度を指します。そして太陽がこの位置に来た時にですね、真南に向いてますからね、ヒレは。でこの時来た時に、おい春だぞ、これから田植えだぞ、秋だぞ、収穫祭だぞと言って村人たちは祭りを祝ったものと思われます。さてこうして、銅鐸はできました。でこれは金なんかじゃない。仮にここに紐をつけてぶら下げたとしたら、ここの強度が持ちません。これは溶接しているわけでもないんです。そしてヒレというのは、これから皆さんあちこちの銅鐸を見ていただくと分かりますように、大変薄いものです。本当にヒレのようになっているんですね。ですからこれがですね、鐘のようにこう揺れたら、もうガーンと叩いた瞬間にここが折れてしまうと思われます。また叩いたんならここに傷があるはずです。でも銅鐸どれを見ても傷はないんです。で今度は苦肉の策として中に振り子をつけたというわけですね。そうしましたら中にも傷があるはずですし、まあ厚いといっても薄いもんですから、ガン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 やってればね、傷がつくはずです。しかし中は、まあ、私は残念ながらあちこちで見せてほしいということを懇願したんですけども、まあ、見せていただけませんでした。そしてこの穴は2つありますけども、この穴は言うまでもなく、まあ、こうして銅矛ですね、これは針ですよ皆さん。死者に弔うために出た刀であれば、それは現在の発想ですからね、まあ、要するにこの穴は覗くもの。そして今もう一度言いますと、ここが絶妙なんですよ皆さん。いいですか。これが29日あります。1ヶ月は29日です。純粋単位暦です。そして12、12、1年目、2年目、そして13ヶ月で3年目、12、12、13でやった。そしてここに切り込みがあるのは、今言いましたようにちょうど54度のところにあります。これは岩田市、この銅鐸が発見された岩田市の西の谷の春分のいわゆる太陽の南中高度と一致するわけです。ということで銅鐸の使い方簡単に説明しましたので、続くビデオをどうかご覧になってください。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. One, two, three, four, 叫门进 Five, six, seven, eight, 叫门进
そして胴体の両側には上から下にヒレがついています。そのヒレは何のためかと言いますと、私はこのように考えています。最初の時はですね、胴体をこのように据え付けて東西南北をしっかりと、まあ、決めます。その時にですね、この胴体のヒレに合わせて石のような、例えば目印のようなものを置いておきます。まあ、こうしてマーキングストーンを置くわけですね。そして使わない時は胴体をしまっておきます。そしてまた次にですね、2回目の時、あるいは2回目以降にですね、銅鐸を使う時には、そのマーキングストーンに合わせて、まあ、つまり、ヒレに合わせて、その銅鐸をもう、すね付け直せばですね、まあ、それまでの手順を、まあ、東西南北を取るという手順を、このようにして省略できるというわけです。まあ、銅鐸のヒレは、この、そのためにあったものと、林博士は考えています。冒頭でお聞きいただいたのは、近くの考古館に飾ってある模型の銅鐸のその音です。模型です。考古館にはほとんど毎日のように小学生や中学生がやってきて、その鐘を叩いています。カンカンカンとです。そして無意識のうちにも銅鐸は鐘だと思うようになります。つまりこうして子供たちの常識は作られていきます。が、本当にそうでしょうか？それで良いのでしょうか？本当に鐘なのでしょうか？この模型の銅鐸を見ただけでも、おかしな点はいくつかあります。その第一、模型の銅鐸と本物の銅鐸はまるで違います。模型の銅鐸はがっしりとしています。特に上部のヒレと呼ばれている部分と、下の鐘の部分との接合部が違います。また、本物の銅鐸では、ヒレと呼ばれている部分が薄いです。本当に薄いです。中央部でやや盛り上がっていますが、上縁部や下縁部は薄い。本当に薄い。指先の力でも曲がるのではないかと思われるほど薄いのです。そんなヒレにロープを通し、木に吊り下げて叩いたらどうなるか。銅鐸のヒレは揺れた瞬間、付け根の根元のところで折れてしまうのではないでしょうか。根元は溶接しているわけでも何でもありません。また、ロープを通して木に吊り下げたのなら、その痕跡が残っていてもおかしくありません。あくまでも見た感じですが、指先の力でも曲がると思われるほど、ヒレの付け根部分は薄いのです。が、そんな痕跡はどこにもありません。ロープを通したという痕跡はどこにもありません。一方、模型の銅鐸の方は全体にがっしりとしている。どうがっしりしているかは、皆さん自身で近くの考古館へ行き、確かめてみたらよいかと思います。ほぼ全国のどの考古館にも、それが展示されています。一方、本物の銅鐸の方はそうでない。薄い。本当に薄い。つまり、ここに銅鐸の謎が集約されていると私は思います。が、この謎は銅鐸の謎だけでは収まりません。つまり、私たちが持つ常識の謎です。で、あのアインシュタインはこう書き残しています。常識などというものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊である、と。わかりやすく言えば、常識ほど当てにならないものはないということです。その一つの例が、銅鐸ということになります。鐘だから鐘、と。銅鐸の鐸は、鐘という意味です。だから鐘、と。そして現在、考古館へやってくる子供たちにしてもそうです。模型の銅鐸を叩き、やっぱり鐘なんだ、と、そう思い込んでしまいます。つまり、こうして子供たちの常識が作られていきます。が、常識が悪いというのではありません。その常識があるからこそ、私たちはそれを常識として
その上にさらに新しい考えを積み重ねることができます。つまり、それまでの思考を常識とすることによって、それまでの思考プロセスを省略することができます。が、その一方で、同じ常識が新しいものの考え方を阻害することにもなりかねません。そうした常識をアインシュタインは偏見と言ったというふうに私は解釈しています。言うなれば間違った常識ということになりますが、一つや二つならともかくも、こうした偏見がいくつか積み重なったらどうなるでしょうか。道徳だけではありません。例えば道教。道教は鏡だ。例えば前方後円墳。前方後円墳は墓だと。子供たちがどうなるかということではありません。子供たちがどういう偏見を持つかということでもありません。どうなるかを知りたかったら、実はあなた自身を見ればよいのです。あなた自身はどう考えているかとです。多分私がこう言ったらあなたはこう思うでしょう。道徳は簡易天文観測装置であったと言ったら、あなたはそんなはずはない、そんなバカな、と。あるいはさらに一歩進んで、古代人にそんなものが作れるはずがない、と。それは通りもなおさず、あなた自身が持っている古代人の常識、つまりイメージと違うからです。私たちが持っている古代人のイメージは、言うなれば原始人。粗末な衣服を身にまとい、木と藁で作ったような家に住み、縁人とそれほど違わない生活をしていた、と。が、それを私は偏見と言うのです。つまり、知らず知らずのうちに、そうした偏見があなた自身の中に作られてしまったのです。高校間で無邪気に模型の銅鐸を叩き、金だ、金だ、と喜んでいる子供たちの姿を見れば、それがわかるはずです。それは遠い昔のあなた自身の姿です。あなた自身を子供の姿にオーバーラップさせてみれば、それがわかるはずです。が、道徳は鏡ではありませんでした。極めて高度な天文学知識を凝縮した簡易天文観測装置だったのです。簡易天文観測装置です。繰り返します。簡易天文観測装置です。それをこの動画の中で詳しく説明しますが、後の判断はあなた自身にお任せします。大切なことは、あなた自身が自分で考え、自分で判断することです。その上で、やっぱり道徳は金だということになれば、それもよし。がもしそうでないなら、一度あなたが持っている常識をひっくり返してみることです。作られた常識です。ここが重要です。あなた自身が持っている常識をひっくり返してみることです。途端、あなたはその向こうに今まで見えていなかった世界を見ることになると思います。なお、私がこの道徳簡易天文観測装置施設を唱えるようになって、すでに3年になります。2013年の6月22日、ナンバー343で発表しました。今ご覧いただいているのがそのナンバー343です。当時は辛辣な批判というより、誹謗が数多く届きました。とんでも説と呼ばれ、あちこちで叩かれました。が今は理解してくださる人も増え、当時のような激しい批判は影を潜めました。が、亡くなったわけでもありません。今でも時々あります。つい先日もありました。ですから今、こうして改めて、道徳簡易天文観測装置施設の動画を皆さんに送ります。その使い方も詳しく説明します。なお、最後に一言。未だに道徳は金だと主張している考古学の先生たち。あなた方はそう言いながら、私たち日本人のその祖先をいかに馬鹿にしているか、それが分かっていますか？いいですか？
あなた方は古代人の英知を金と片付けることによって、この日本の私たちの祖先を馬鹿にしているのですよ。それが分かっていますか？広島やし、浜松セティ、ジャパン。One, two, three, four, Jo, 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 Munjin. Five, six, seven, eight, Jo, 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 Munjin. Hello, this is Hiroshi Hayashi. 冒頭でお見せしました動画の補足をしておきます。簡易天文観測装置としての銅鐸、あるいは簡易天文台としての銅鐸のポイントは2つあります。1つは水平をしっかりと取るということです。そのために銅鐸の上面はツルツルになっています。それは例えば水などを置いてですね、そしてその膨らみ、流れを見てですね、水平を取るということです。そして同時に、銅鐸の側面には4つの穴が開いています。その4つの穴をそれぞれ、覗いてみることによって、そしてそのさらに、その先でですね、地平線、水平線と合わせることによって、水平を取ることができます。この、簡易天文観測装置としての銅鐸においては最も重要なポイントと思われます。次に重要なことは銅鐸を正確に南北に向けるということです。ヒレと言われている上の部分ですね。あれを正確に北、南に向けるということです。そのために銅鐸の中央、ヒレの中央部には大きな穴が開いています。あの穴は何のためにあるかというとですね、朝日が作る影。夕日が作る影。それぞれ、ちょうど反対になるわけですけどもね。その影を見ながら、そしてその影がですね、そのヒレに対して、ちょうど線対称になるように、調整するわけです。そうしますと、その影の、影の位置がですね、線対称になったとき、それはそのヒレが、正確に南北を向いているということになります。その実験も今、こうして、見せていますが、動画を見ながらちょっと説明しますね。で、今ここに4つの穴があると。この4つの穴は何のためにあるかと言いますと、繰り返しになりますけども、この穴を覗くことによって、そしてその向こうでですね、水平線、あるいは地平線と合わせて、この銅鐸自身の水平を取るということです。その時に、銅鐸の安定性を良くするためにですね、下に木などを、棒などをかませて、そして、それ以上めり込まないようにと言いますか、安定させるということですね。で、今ちょうどこの覗いて、水平線、地平線に合わせている様子を右下でお見せいたしました。で、こうして水平を取るということが何よりも重要だということですね。それができてないと、それ以後ね、この簡易天文観測機としての役はなさなくなります。で、次に大事なのが、この今も言いましたように、南北を正確に取るということですね。で、その時に重要なのはこの影ですね。今ちょうどその影が出てきましたけども、朝日が作る影、夕日が作る影をこうして見て、で、上下線対称になっていれば、これでヒレは正確に南北を向いていることになります。が、ずれているとですね、これが線対称にならないんですよね。で、ずれているときは、ずれてるぞって形で、この影がちょうど線対称と言いますか、影の作る位置がですね、同じ位置になるように、銅鐸を、交互に動かしながら使っていたということになります。で、この銅鐸がですね、新円形になってないのもまた絶妙なんですね。円形ですと、今度二度目に使うときにね、マーキングストーンに対して、ずれが、生じやすいですからね。そういったこともいろんな意味で、この銅鐸の中には、その秘密が隠されているということです。今こうして針を置きますね。そうしますと直接太陽を見て、コードを知らなくても、その薄っぺらいその矛と言われている針の影がですね、一直線になることを見ながら調整すればですね、目を痛めることもないんですね。いわゆる太陽の方向を向けると言ってもですね、この
今ちょうど作ってますね。そのヒレが、いわゆるその同方向のヒレが作る影が一直線になれば太陽の方向を向いているということになるわけです。で、そのまたこの優れているところは動画の中でも言いましたように、この影が一直線になっていればですね、まあ横から見れば、その多少その、同方向がですね、ヒレから離れていても、太陽の構造が正確に取れるということです。まあそういったその優れたその機能がですね、この銅鐸の中には凝集されているということになります。で、今このメモリを説明していますけれども、一番外側が29個ですね。1ヶ月、まあ単位歴における1ヶ月の日数を示しています。そして上から2段目が24個あります。白抜きの方がメモリなんですよ。波線が入っている方は、これは飾りということになるわけです。で、これがですね、私たちが銅鏡と言っている、鏡の中のメモリと、いわゆる、まあ、コンセプトが同じであるということですね。で、銅鏡がですね、いわゆる、まあ、極めて優れた、天文計算機であるという証明は私、林博士がいたしました。それと同じコンセプトで作られているというふうに注意してください。今ここで、皆さんにご覧いただいているのは、一番外側が29個で12、12、そして今一番上、下が13個だ、メモリがあるわけですね。これは12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月を繰り返すという純粋単位歴に基づいているものだ。ものだということですね。ということは29日かける12をしますとね、これは348になるわけです。そうしますと、まあ1年で、今私たちが使っている365を基準にしますと、1年で17日のズレが生じてきます。2年で34日のズレが生じてくるわけですね。で、34日を調整するために、3年目は13ヶ月にして調整していくっていうのが、純粋単位歴のやり方って言いますか、方式なんですね。それを、まあ、調整するために、12、12、13というメモリになっているということになります。で、まあこれがまあ、今ここで何を説明しているかというと、最初に言いましたように、このヒレは本当に薄いですよ。中央部が厚いですよね。光を受けるために。で、この根元って言いますか、この全体は薄いですね。ですからこれ叩いたら強度が持たないということですね。で、苦肉の策としてどのように説明されているかというと、中にヒレをつけて叩いたっていうんですよね。それは西洋ベルの発想ですけどもね。いわゆるその、はい、西洋のベルの発想ですけども、まあそれはいいんですけども、要するに、まあ、で、まあ、ヒレがですね、去年でしたかね、2015年の夏頃、淡路島でその金属製の、まあ、板が見つかったと。で、即座にまあ、それはヒレだというふうに断定されてしまいましたけども、本当にそうかなという疑問は強く残っています。銅鐸 are Japanese bells melted from relatively thin bronze and richly decorated. 銅鐸 were used for about 400 years between the 2nd century BC and the 2nd century CE and were nearly only used at decorations for rituals as bells. Ahiroshi Hayashi claims that they are not bells, but portable astronomical observatory,In ancient times in Japan. 銅鐸は鐘ではありません。簡易天文観測装置です。で、その銅鐸についての補足版です。つまり、銅鐸の両側についているヒレは何かということについてです。それをこの動画の中で説明します。広島市浜松市 Japan。今ご覧いただいているのが、その銅鐸のですね、両側、下の端についているヒレです。この部分にこうしたヒレが上から連続して続いてますね。で、このヒレは何かということなんです。で、まあ、今日は銅鐸の補足版ということで、このヒレについて説明しておきます。このヒレは何かということですね。まあ、これもですね、古代人の立場になって考えてみると、まあ、わかると言いますか。まあ、謎が解けるということですよね。で、このヒレは何かということですけども、では、古代人の立場になって考えてみましょう。これは、簡易天文観測装置です。いいですか？で、この簡易天文観測装置をですね、今、こうした見晴らしの良い場所に据え付けます。
なぜ見晴らしの良い場所なのかということについても、この動画の中で説明しますが、まあ、こうして場所を決めます。そして1年目はですね、こうして、まあ、据え付けて、そして、東西を取って、そして、銅鐸を、南の方角にしっかりと向けます。その時にですね、1年目の時に、まあ、しっかり取ったらですね、ここに石のようなものを買っておきます。すなわち、これが、その次の時のための目印となるわけです。まあ、こうして石を買っておきますね。そして、場所を分かるようにしておくわけです。そして、まあ、銅鐸は使わないときは大変貴重なものでしたから、どこかに穴でも、開けて、掘ってですね、そしてその中に埋めて隠しておきました。そして、この目印の石だけは残りますね。で、この黄色い線に注意してください。このラインが重要なんですね。そして次に今度銅鐸を据え付けるときには、そのラインに合わせて、そのヒレを置けばいいわけです。そうすれば簡単に、東西と南北を取ることができます。すなわち、まあ、この銅鐸をですね、据え付けるための、まあ、手順をですね、こうして省略することができるということです。これがそのヒレの目的ということになります。A Japanese archaeologist writes as follows. 銅鐸 or ceremonial bronze bells were kept buried in hillside sanctuaries away from everyday village life and were brought out only for use in certain agricultural rituals. 銅鐸 and their mills have been mainly found in and around the Kinai or Kyoto Osaka district and the coastal region of the inland sea. Then I, Hiroshi Hayashi, would like to ask you again here in this video what Dohoko or bronze swords are in association with Dotaku or bronze bells. ある日本の考古学者は次のように書いています。Dotaku というのは村から離れた神聖な場所の丘に埋められていた銅製の鐘を指す。多くは機内で発見され、瀬戸内海の海沿いの場所でも発見されていると。で、私、林博氏は、銅鐸、簡易天文観測機説を主張しています。例えば、銅鐸の底面部には4箇所の奇妙な切れ込みがあります。これは銅鐸を安定させるために何か棒のようなものを差し込んだ穴ではないでしょうか。また、どの銅鐸もその上面部には飾りがなく、ツルツルです。この表面は、例えば水を流して水平を取るものではなかったかと私は考えています。同じように側面には4箇所の穴が開いています。この穴もそれぞれの穴から先の穴を除いて、やはり水平を取るためのものではなかったかと私は考えています。そして、ヒレの中心部には大きな穴があります。これは太陽光線が作る影を利用して、太陽の南中高度を知るためのものではなかったかと、やはり私はそう考えています。そして、銅鐸の両側には上から下にヒレがついています。そのヒレは何のためかと言いますと、私はこのように考えています。最初の時はですね、銅鐸をこのように据え付けて、東西南北をしっかりと、まあ、決めます。その時にですね、この銅鐸のヒレに合わせて石のような、例えば目印のようなものを置いておきます。まあ、こうしてマーキングストーンを置くわけですね。そして使わない時は銅鐸をしまっておきます。そしてまた次にですね、2回目の時、あるいは2回目以降にですね、銅鐸を使う時にはそのマーキングストーンに合わせて、まあ、つまりヒレに合わせてその銅鐸をもう据え付け直せばですね、まあ、それまでの手順を、まあ、東西南北を取るという手順をこのようにして省略できるというわけです。まあ、銅鐸のヒレはそのためにあったものと林博士は考えています。その時利用したのが針。つまり現在、私たちが銅鉾と呼んでいる針ということになります。つまり銅鐸は全体としてカレンダー及び簡易天文観測機として機能していたということになります。となると、その銅鐸と共に発見されている銅鉾と呼ばれている銅剣は何かということになります。で、その銅鉾ですが、一般説によれば、死者を弔うための埋葬品ということになっています。が、本当にそうでしょうか？私は、銅鐸と銅鉾は同一レベルで、つまり、ペアとして機能していたと考えています。で、この動画の中では、銅鉾について
残された謎について考えてみたいと思います。広し林、浜松シティ、ジャパン。では、道鉾について考えてみます。まあ、これが道鉾です。まあ、大抵はですね、銅鐸と同じような場所で発見されることが多いということですね。そして、まあ、古墳の周辺で発見されているということです。そういう意味でね、銅鉾と銅鐸というのは深いつながりがあると推察されるということになります。で、右下が銅鐸ですね。日本では鐘ということになっています。で、銅鉾をですね、まあ、このように針として、まあ、この穴に刺して使っていたものと、私、林浩司は考えています。で、こうして、まあ、下に影ができますからね、銅鉾の下にね、その影を水平って言いますか、一直線にしますと、太陽の方角を正確に示すことになります。まあ、こうしてですね、太陽の高さを知ったということになります。詳しくは、この続くビデオの中で説明します。まあ、こうして、銅鉾を並べてみますとですね、まあ、これが刀というのには無理があるわけですね。すなわち、絵、まあ、手で握る部分が、まあ、この刀って言いますか、ではできないということです。まあ、共同的にね、足りないということですね。で、本当にこれは、刀なのかということなのですよね。で、検証していますけども、まあ、銅剣というのは確かにあるわけです。で、左が銅剣です。で、右が銅鉾ということになりますけども、銅剣はですね、このグリップの部分がですね、しっかりとできています。まあ、刀でいうね、絵の部分がしっかりとできているわけですね。でも、ここに何かを巻いて、絵として利用したものと思われます。しかし一方、銅鉾の方はですね、それがないわけです。つまり、その絵に当たる部分が短いんですよね。で、ここに絵をつけてもですね、絵として機能しないわけですね。まあ、そこで、まあ、考古学の世界ではどのように説明されているかと言いますと、この絵がですね、中が、まあ、中空って言うんですよ。空洞になっているわけですね。その空洞、中空の中に何か別のものを差し込んで絵として使っていたというふうに説明しています。まあ、これは日本刀ですけども、まあ、上が日本刀、下がですね、まあ、刀の部分ということになりますね。そして、絵の部分はやはり、ある程度長くて、そして全体を包み込むようにしないと、共同的に、まあ、刀として、役をなさないということになります。まあ、それにして、銅鉾の方はですね、あまりにも短いということですね。で、大きさを比べてみますけども、銅鉾の方はですね、大小様々あります。20センチから90センチくらいのものもあります。ですから、後の、まあ、時代にはですね、見よう見真似で作ったものもあるということですね。一番右が、これは銅剣ですよね。で、銅鉾の中にも、まあ、小さいものから大きいものまでいろいろあるということです。で、もう一度この銅鉾なるものを見ていただきたいんですけども、やはりこれでは刀として役に立たないわけです。でそこで、まあ、この一般説としましてはですね、中が中空になってますから、その、まあ、いわゆるストローのようになってるわけですね。で、その中に別のものを差し込んで使ったっていうんですけども、それでもおかしいんですね。わざわざなぜそのような面倒なことをしたかということにもなるわけですしね。非常に、まあ、非現実的な説明ということになるのではないでしょうか。ここの部分がですね、中空になっていると。その中空部分に、まあ、何かを差し込んで絵として使っていたと。まあ、そういうことなんですね。私こんなことはするだろうかという、まあ、疑問ですね。これは最後の、まあ、銅鉾に残された謎ということになります。で、ここに何かを差し込んで、まあ、刀として使ったということなんですよね。まあ、はい。後の判断は皆さんにお任せしますが、で、結論ということになりますが、で、もう一度この銅鉾を見ていただきたいと思います。で、これは刀だということに、まあ、固執しますとですね、その中空のまあ、空間にですね、何かを差し込んで、刀として使ったと。まあ、そういった説明が出てくるわけです。しかし、そうではなくて、これは、銅鐸とペアで使われている針だというふうに、私は考えています。そうしますとですね、このヒレがなぜ薄いヒレのようなものがですね、銅鉾の、ワルスの周りについているかということも、説明がつくわけです。こうして太陽光線の方を、太陽の方を向けますと、まあ、しっかりと向きますとですね、下の、接合部の影がですね、一直線になります。その時に太陽の方を向いていたということになるわけです。つまり太陽の高度をですね、メモリの上で読むことができたということになります。で、最後に残された謎、なぜ中空なのか。まあ、一般説によればそこに絵を差し込んで使ったということになっていますけども、それは大変非現実的な説明ということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧ください。Bye for now.